はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイトゥーダイ。あのまま、朝まで放置して多分ログアウトしたんだったと思います。で、なんだっけ。真っ暗なって放置して、ゼンロストしたんだ。ゼンロストじゃ、死んじゃったんだよ、死んじゃったんだよ。なんで、カバンが、どこかに落ちてるはず。もしかしてこれ、上かな？上っぽいね。上行こうか。しかしどうしたものか。あ、でもなんかこっちこんなになってたっけ？なってたんだろうな、きっと。だんだんでっかくなってきた感があるけど、まだまだだよね。多分ね、これね、そろそろ、私一人で無理じゃないかなって思って、無理じゃないかなっていうのは時間があればできるんだけど、アルファ13が終わるまで、13じゃない、13が来るまでに終わらせられる自信がないっていうね。で、なんかすげえいい方法ないかなって思ってたら、カバンねえじゃん。どこだよ、カバン。あ、ここの先だ。って思ってたら、サボテンの上に乗っかってる。よし、回収した、回収した。なんで死んだんだっけ？なんか崩れてきたんだろうね、死んだってことは。そう。で、思ったんですけど、これは助けを呼ぶしかないと。助けを呼ぶしかないと。なので、土曜日に、ライブやって、ちょっとお手伝いさんを募集しようかな的な感じに思ってます。まあ、人が来てくれたらいいですし、来なかったら諦めて一人で延々掘ることになると思います。ちょっとね、このまま動画撮り続けてもね、穴掘るだけじゃちょっとつまんなくなっちゃうんだよねって思ってて。でも掘らないといけないしっていうね。穴開けたいもんね、ここ 100×100 の。超でっかい穴になるから。どうしよっかな。どうやって掘るかだよね。とりあえず、50×50 の、50×50 じゃない。どうしよっかな。とりあえず地上からスコップで、このなんていうの、土だけはちょっとほっとこうかな的なね。スコップ持ってないな、俺。スコップ持ってないから、どうしようかな。どうした方がいいのか。で、それに合わせて鉄もいっぱい作っとかないといけないな。鉄、スチール、鉄だな。鉄作って、で、スチールもちょっと作ろっか。これでいいかな。35分。ちょっと多すぎた。これぐらい？もうちょい。お、いいんじゃない？もう一個までかな。よーし。で、次が、21。こんなもんかな。もうちょい。もう一個。ちょっと足りない。まあ、いっか。あ、これ入れちゃえ。よし。ウッドデブリ入れて、石はこっちじゃない。こっちでストーンも入れて、まあピッケルとスコップを準備しとけばいいんだよね。スコップが問題だな。とりあえず私のレベルがマックスなんで、私が作ればある程度いいものは作れるんで、
ひどいな、この格好。仕方ないか、全ロストしたし。まさかな、あんななると思わんかったな。この薬食いまくったら HP 増えねえかな。ウェルネス全然上がんないじゃん。上がった上がった。1、2。ドーピングだ、ドーピング。 ドーピングしてる。バカだ。めっちゃドーピングしてる。そういうことはいいとして、ああそうだ、そしたらそれぐらいだったらまださ、これ飲んどいた方がいいよね。で、今からスコップ使うから、1、2、3のコーヒー1個の。俺今ちょっと面白いこと思った。エフェクトチャンス100%って書いてるんだよ。エフェクトのディスクリプションが載ってない。アルコールって酔っ払うんじゃない、もしかして。ちょっとこいつかけてみよう、面白そう。これちょっと後でこっち置いといて、何をするか。あー、地上から穴掘るの怖えな。よく考えたら、犬とか来たらアウトだよね。ああ、捨てちゃった。ゾンビのホードとかヒットしたらもう終わりだよな。ショットガン27。ミッドフレームをちょっと多めに持っていく。ミッドフレーム。よし、これぐらい持っていくとして、で、食べ物を持っていこうかね。のため匂いがつく。あ、そういう時に役立つ。まあ、4つ持っていくか。で、水。水多分いらんと思うけど、ビールがあるから。あれ、水がない。水がない。水汲んでこい、ちょっと。4マスまでいけるんだっけ？もっときたいね。こんなことしなくていいから。ああ、マジった。そうだったそうだった、上開いたっぱ。あ、マジしたわ。これでこれで、トイレなくなったんだっけ？こっちなくなったとこか、埋めたわ俺。なんで水を汲むにはあっちに行かないといけない。不便だな。バケツ作るかな。めんどくさいしな。水なんてそんな汲みに行かんもんな。よし。よし。ちょっとラグがあったけど今。ああ、閉まらんかった。ああ、またこっち側から来たよ。こっち側から入れないんだよ。で、そうしまして、ペンキラーをなぜかいっぱい持ってる。松明は必要。グラインド、あ、汚い水を入れる。分って何個だっけな。これぐらいか。惜しかった。あと1分。
いいや、水だし。お、ちょっと待って、水がいっぱい出てきた、いきなり。5本ぐらいでいくか。よし、これでいこう。スコップを作ろう。しゃ、ショベル。あったあった。よーし、いざ。58あれば地上に出れる。ショットガン持ってこう。なけなしのショットガン。こういう時にオーガーがあればね。オーガーでポン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 敵倒せるのに。よし、行こうか。よし、これで行こう。で、問題はどこを掘るかだよな。まあ、100×100 だよね。まずは、大体の位置を把握しよう。こっちはどれ？こっち違う。これが入り口違う。これが入り口だから、こっちに向かって霧のいいところ。4694。S に向かってるからこっちだ。こっちが霧のいいところ。45？ 本当に？ 29。あー、確かに穴とかぶってたような気がする。言われてみたら。ちょっと待ってね。ここでしょ、この穴でしょ。この穴までいけるか確認しようか。ちょっとどこだろう、これ。入り口あったあった。よーし、こっちからいける。いけるね。で、穴がこれです。穴がこれです。ここが一番の突き当たり。ここ、ここ。座標は401の701。オーバーしてるじゃん。で、401まで行けばいいんだ。もしかして401から掘ったら、待って、1の OK、 メモね、メモ401の701で、こっちこっち。じゃあ、まあどちらにせよやるんだから。よいしょ。401の701、多分これを超えて、ここら辺だよね。惜しかったな。399701だから、 W ってどこ？ W って下？ここら辺？ 404407。 あれ、モース、違う、サウスに行く。404の W はあっちだ。ここら辺。402700、違う、400700。まあ、だいたいここだ。だいたいここだ。だいたい合ってる。これは横掘ったらどうなる？崩れてこない。あれ？あれ？ちょ待って。俺どの方角に掘ればいいの？この方角か。この方角か。そういうことだよね。そういうことだよね。ってことはこっちはいらなかった。埋めます、埋めます。同じだよね。
これと、ノースを向いて。ノース？合ってる合ってる。これとこれが重要なやつだよね。どうやって変えるんだろう。一切考えてなかった、変え方なんて。しかもこの掘り方だったらなんかちょっと違うし。どうしよう。いや、やっぱ角を合わせたいから下に一回掘るかも。うわっ、これお隣さん行ってみたいよね。おお、これはまただいぶサプライドロップ来ちゃった。サプライドロップ来ちゃった。ちょっとサプライドロップは久しぶりに回収しに来たいわ。見たら、あ、でも出れないかも。前どうやって出たんだろうって話だよね。出た出た出た。出た出た出た。出ない出ない。前どうやって出たんだよ俺。ちゃんと出たことあるはず、ここからは。どこから？あ、音はす、あった、見えちゃった。バイクで出てって間に合うかな。間に合いそうだな、あれは。行くか。うーわ、倒せばよかった。俺なんで倒さなかったんだろう今。うーわ、終わってるやん。絶対フォード来るやん、これ。外穴掘ってんのにフォード来るやん。うーわ、しかも見失ったよ。もう最悪。大体この方角っていうのしか覚えてない。この方角、距離も全く不明。ああ、ぶつかった。頑張れ。待って、燃料ある。ない、やばいな。下手に遠くまで行けない。多分バイクの中に2本か4本か入ってる。この方角、ここは？そりゃないわ。そりゃないっすわ。いや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 。ちょっとここに来るのは話別だわ。ちょっと漁ってみるけどさ。ですよね。どこかねえかな、オーガーのパーツ。ゾンビさん、オーガーのパーツ持ってないかな。ゴミ袋とか入ってないかな。ないよね。考えたら俺防具ないし、ヘマかましたらすぐ死ぬわ。だから走ってバイク回収しに帰ってこないと。犬さん肉あげるから追ってこないで。あの車もないだろうな。ここの街何回来たか分かんないもんな。ポテト、いいね。うやうや。そんな都合よくあるわけないもんね。
スステーションか燃料ないかな。発掘してるわけないかな。これ回収してみよう。だいぶ戦った跡あるし。ない。ないない。ないのはない。あ、待って、俺燃料確認しないと。あ、これもある。余裕だ。これだっけ。いきなり動かなくなって取ろうとして襲われるとかあるもんね。無理かな。箱も結局見失ったし、ついてないっすわ。うん、どうしようかな。100の大穴掘りたいな。前マインクラフトでバカみたいなことやってたもんな。あの時近くでいくつだったんだろう。特に100くらい100だったんかな。100×100 のダイヤモンドピラミッドを作る時だ。ショットガンね。どうしよっかな。 TNTTNTTNT か。入った。 TNT じゃ無理だよね。壊すの数足りねえもんな。ちょっと一昔前に早く作っときゃよかったな。今の10倍作れた時代があったんですよ、火薬を。あの時は良かったな。使えていいね。うん、まあいいや、どうにかなるっちゃなるわ。キャンプ場来たらゾンビが湧いてくるんだよね。596か、結構いいけどいらないかな。あ、珍しい、このキャンプ場ゾンビ来ない。へえ、そういうのもあるんだ。ちっちゃかったからね。ゾンビ湧きのしないキャンプ場っていうのもあるんだ、ちっちゃいの。ちょっといいことを知ったかもね。あ、燃料切れた。やばい、石が邪魔で。石、木が邪魔だったね。もうこれもゾンビ湧かないキャンプ場じゃない。カバンだけサクッと漁っていこうか。カバン、もう一個ある。ゴミ、お、いいね。でもな、ショットガンの弾分解できなかったしな。物置小屋になんかいいのないかな。全部いるし、やめた。俺の拠点どこさ。意外と25分経っちゃってるね。じゃあもう
今回ここら辺で終わりにしましょうか。次回はどうしよっかな。穴掘りはもう、穴掘りはさすがに飽きるよな。なんか面白いことないかな。穴掘らないと終わらないしな。物を建てるにも場所がないんだもんね。録画始めて考えようかな。とりあえず今回ここで終わりにしたいと思います。で次回は録画始めてなんか考えて、おい、びっくりした思います。というわけでご視聴ありがとうございました。セシカでした。